いよいよ準優勝戦の始まりです。ボートレース唐津ヴィーナスシリーズ第20戦ハッピーチャンカップ、1つ目の第10レース準優勝戦のメンバーが登場しました。1号艇は埼玉の中里優子、2号艇群馬の八須瑞希、3号艇福岡の中川里奈、4号艇東京の後藤美久、5号艇福岡の松本玲、6号艇愛知の細川優子です。一つでも内へと動いて活路を見出したい6号艇の細川ですが、その他1、2、3、4と本番でも主張となるでしょうか。1号艇で登場は中里優子です。優出1番乗りとなるでしょうか。絶好枠からの陰線です。2コース2号艇の八須瑞希、今日前走は追い上げるレースでした。3コースに向けました3号艇は中川里奈、この中で展示は1番時計。4コース4号艇の後藤美久、前回の優勝モーターでここまで来ました。そして本番でも5コースまででした6号艇細川優子、モーター苦戦も予選はクリアしてきました。そして5号艇の松本玲が大外6コース、本番でも短期の6コースに5号艇の松本が構えました。スタートラインに対しては向かい風がしっかりめに吹いています。体型5対1、1つ目の準優勝戦第10レースの並びはインコースから1番、2番、3番、4番、6番、5番です。スタートしました。内寄りの艇がバチッとスタートを決めていきました。1号艇中里、そして2号艇の八須、イン先前は1号艇の中里、差しを狙って2号艇の八須、まくったのが3号艇の中川、さあ残すか1号艇の中里、差しから2号艇の八須、外を攻めた3号艇の中川、スタートは前提正常でした。差しが入っていった2号艇の八須の外に1号艇の中里、僅差では6番、4番、3番、まずは2号艇の八須がトップで回って、その後ろは少々もつれ合って、先頭抜け出したのは2号艇の八須瑞希、2番手には3号艇の中川が優勢と変わって、その後ろに1号艇の中里となりました。目下の体型は2番、3番、1番、2周1マークトップ旋回2号艇の八須、2番手で3号艇の中川、外を襲いかかる1号艇の中里ですが、2番手は3号艇の中川里奈、3番手1号艇中里優子、上位体型は2番、3番、1番です。先頭はリードを取っています2号艇の八須瑞希が2周の2マークトップで旋回する。2番手で追走は3号艇中川里奈、3番手で1号艇中里優子、上位体型は2番、3番、1番、4番手以降に6号艇細川優子、4号艇後藤美久、5号艇松本玲。2コースからの差しが届いていきました。先頭2号艇の八須、最終1マークから向こう正面です。2番手3号艇中川、3番手1号艇の中里に、さあ外から届いてきました6号艇の細川が3番手争いに持ち込んでいます。1番と6番、6番と1番、3番手接戦で最終ターンマークです。先頭リードは2号艇の八須瑞希、ラストターンマーク、そして2番手には3号艇中川里奈、3番手1号艇の中里優子、握って攻める6号艇の細川優子、さあ3番手は1番か6番か、まもなくゴール、先頭2番がゴール、3番ゴール、6番1番の順でゴール、4番ゴール、5番ゴールです。ボートレース唐津のヴィーナスシリーズ第20戦、2つ目の準優勝戦が始まりました。対戦メンバーは1号艇山口の向井美鈴、2号艇群馬の山崎小羽根、3号艇佐賀の野田名月、4号艇兵庫の古賀千秋、5号艇愛知の笠野幸恵、6号艇静岡の北名由香です。どうやら本番も枠なり進入です。1号艇には向井美鈴が上艇です。今日前走は5コースからまくり快勝でした。さあここは陰線です。隣2コースが2号艇の山崎小羽根、今節はピット離れでも見せ場を作ってきましたが、ここは定番通り2コースからの戦いです。3コース3号艇の野田名月、自身初優出へ大きなチャンス到来。さあ地元で決めるか、当地フレッシュルーキー3号艇の野田が3コースから。
外枠3艇がダッシュに引いていきます。角4コースから4号艇の古賀千秋、5コースには5号艇の笠野幸恵、6コースに6号艇の北奈由香が入りました。ホーム向かい風、今もややしっかりめに吹いています。体型は3対3に分かれて、本番レースも枠番通りの並びとなっています。2つ目の準優勝戦第11レースコース取りは内側から1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。1号艇、2号艇、それから3号艇もスリット後は出ていきますが、1号艇の向井美鈴が有利に運んでいく。インから1号艇の向井が回って3号艇の野田が握った。差しは2号艇の山崎、内をついて4号艇の古賀、先頭は堂々押し切った1号艇の向井。さあ注目は早くも2番手となっていまして、3号艇野田の内側には4号艇の古賀。スタートは前提正常でした。トップ旋回は1号艇の向井、そして抑えて先取りは3号艇の野田、握って攻めてきます2号艇の山崎ですが届かない。2番手は3号艇の地元野田なずきです。1番3番の上位の体勢、3番手2号艇山崎の内、1艇審査4号艇の古賀。2周1幕先頭で1号艇の向井がターンし、続いては3号艇の野田、3番手2号艇の山崎が回って、そのまま3番手は2号艇の山崎がリードを広げる形。上位体系は1番、3番、2番、その後方に4号艇古賀千秋、6号艇北奈由香、5号艇笠野幸恵。2周の2マークも先頭で折り返します。1号艇向井美鈴、2番手3号艇野田なずき、3番手2号艇の山崎小羽根。上位体系は1番、3番、2番でこれより最終周回です。スタートを決めて堂々押し切りました。攻めさせませんでした。1号艇の向井がトップで最後のバックスレッジ、そして2番手を走っています地元3号艇野田なずき、3番手2号艇山崎小羽根。上位体系は1番、3番、2番、1、3、2の3連単のオッズ 9.6 倍を示しています。先頭1号艇の向井が今ラストターンマークをクリア、そして2番手は当時フレッシュルーキー3号艇の野田、1番3番の上位の体勢、3番手2号艇の山崎小羽根で間もなくゴール。1番ゴール、3番ゴール、2番ゴール、4番ゴール、6番5番ゴールです。でお送りしていますヴィーナスシリーズ第20戦ハッピーチャンカップ。さあいよいよ最後の準優勝戦の時を迎えました。第12レース1号艇徳島の赤井睦美、2号艇岡山の樋口ゆかり、3号艇長崎の西澤光、4号艇三重の山下佳林、5号艇愛知の水野望み、6号艇岡山の若狭奈美子です。一時期強かったホームの向かい風、今は幾分弱まっています。並びの方は1、2、3、4、5、6枠なりです。1号艇は赤井睦美です。船足を武器にシリーズリーダーを務める赤井がラストの準優勝戦、白い勝負服で登場、インコースに向けてきます。2コース2号艇の樋口ゆかり、小島からの連続優出を目指します。3号艇西澤と4号艇の山下はそれぞれ自身2度目の優出がかかっています。3号艇西澤光3コース、4号艇山下佳林は引いて角14コース、5コースには5号艇水野望み、6コースに6号艇の若狭奈美子。スロー3艇、ダッシュ3艇、進入の方は枠なりとなっています。ボートレース唐津のヴィーナスシリーズ第20戦最後の準優勝戦第12レースは3対3の枠なりインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタート。
しました。インから1号艇の赤い2コースから2号艇の樋口が好スタート、1番と2番がその後も出ていきます。イン先前は1号艇の赤い2号艇の樋口が指していく。続いて3号艇の西澤、1号艇の赤い逃げています。スタートは前提正常でした。1号艇の赤いがトップ、2番手には2号艇の樋口、3番手3号艇西澤の内側に6号艇の若狭。1周の2マークは1号艇の赤いがトップ、2番手2号艇の樋口、3番手は3号艇の西澤の内側から6号艇の若狭です。1号艇の赤井が先頭、2番手2号艇の樋口、迫る3号艇の西澤、2番手3番手まだ一定し、その内側には6号艇の若狭。2周1枠、1号艇の赤井が回った後、2号艇の樋口の外を回っていきます。3号艇の西澤、2番手は2号艇の樋口がリードを取ります。3番手3号艇西澤、上位体系1番2番3番、その後方に6号艇若狭奈美子、5号艇水野のぞみ、4号艇山下かりん。2周の2マーク、1号艇赤井に続いては2号艇の樋口、3番手3号艇の西澤の内、小回りから6号艇の若狭ですが、3番手は3号艇の西澤キープ。上位体系1番2番3番でこれより最終周回へと入ります。最後の準優勝戦第12レース、先頭は逃げました。1号艇高パワーの赤井睦美、2番手2号艇の樋口ゆかり、握って続く3号艇の西澤光、2番手3番手がまた詰まってきました。2号艇の樋口を追い上げる3号艇の西澤が2点審査。さあ残すターンマークはあと1つ。先頭1号艇の赤井睦美が堂々のファイナル進出、2番手2号艇の樋口、外を襲っていく3号艇の西澤ですが、2号艇の樋口が踏ん張ったか、1、2、3でゴールに向かっています。先頭1番ゴールイン、2番3番6番ゴールイン、5番ゴールイン、4番ゴールインです。